かソフトバンクホークス対オリックスバファローズのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはホークスの先発小宮山さん、小宮山さんが現役時代投げやすい球場、投げにくい球場ってのはあったんですか？ね、広い球場は投げやすいです。ホームランを打たれるのだけは嫌でしたから。そう、最初は変化球持ってきました。ストライクです。インサイド落ちました。ボールカウントはノーボール2ストライク。見逃し三振。ツーアウトになっています。打席には3番バッター坂本。ツーアウトランナーありません。初球ボール155キロです、うん、今のはバッターよく見ましたよね。膝元変化球がわずかに外れています。打ちました。さあこれからバファローズが守備につきます。中村が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。スピードボールを持っています。ボールになります。インコース詰まりました。バッターは DH 浅村。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。インコース詰まりました。バッターボックスには3番鈴木。ツーアウトになっています。この回の山本4球でツーアウトにしています。そうですね、見事なピッチングと言っていいと思います。はい、そうですよね。低めの変化球は決まりません。インローのストレート、力のあるボールです。ワンボールツーストライクです。これ振ってきませんか？振ってきません。外れています。インサイド落ちました。アウト。2回表に入ります。バファローズの攻撃、バッターボックスは4番中村。バファローズ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどうしても出塁しなければなりませんね。うん、まあここはね、確実に行きたいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。引っ張った。バッターボックスには指名打者のグラシアル。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球空振りです。156キロがいきなり出ました。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライクです。ストレート外れました。ボールカウントはワンボールツーストライクです。インサイド落ちました。6番バッター吉田。ツーアウトになっています。いいところへ決めてきます。ストライクです。スピードボールを持っています。外れます。アウトコース打ちました。2回の裏になります。さあホークス、この回は4番から始まります。バッターは松田。バファローズ得点に初球打った。バッターボックスには5番グラシアル。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。空振りです。内へ持ってきましたが外れました。3球目は何で来るか。いい当たり。バッターボックスは6番柳田。ヒットでランナーを1塁に置いています。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。打者の内角をえぐるような投球でした。ああボールですか。はい、変化球わずかに外れてボール。空
変化球が決まっています。3ボール2ストライクです。見逃し三振、ツーアウトになりました。ランナー一塁は変わりません。バッターは7番に入っている井上。ツーアウトランナー一塁です。打ち上げた。ここはストライクからボールになるような球がいいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。アウトロー外れます。インサイド打った。3回に入ります。7番から始まるバファローズの攻撃。打順は下位打線に入っていきます。バッターは浅村。バファローズ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。さあここでバファローズダイソーを送ります。金子。さあ初球は何か。インサイド打った。そして打席には中田が入ります。ここは高打順ですから勝負どころですよ。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。まあもう終盤ですから今度はしっかりつなげて先制点を奪いたいですね。なるほど、そうですよね。これが3球目。振り遅れてますね。そうですね。落としてきましたがこれは外れます。これで3ボール。5球目は何で来るか。フェアなら長打になってたかもしれませんね。そうですよね。空振り三振、ランナー返すことができませんでした。攻め切ることができませんでした。これから3回の裏ホークスの攻撃です。得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは8番の矢野。バファローズ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。ここはゲッツーを取りたい番ですね。そうですね。ランナー一斉にスタート。打った。バッターは9番に入っている牧原。ツーアウトランナー一塁です。ファウルになります。ふわふわっと上がった。最後は内野フライ掴んでアウト。